というわけでシビックのタイプ R です。偽装がついててちょっと詳細わからないんですけども、多分ですね幅は 1.8 メートル台だと思います。ただこの幅ちょっとイメージつかない人はですね、近所にいるオジロジカを頑張って捕まえたらバンすれば大体一緒です。片手バージョン。ボディは発売中のセダンがベース、エンジンはですね全く詳細は明かされてませんけれども、2リットルの直噴ターボじゃないかというのが説になってます。ホイールはフロントリアともにですね19インチで先代の20インチよりも1インチダウンしました。先代よりもですねゴツさが減って全体がスリックな印象になってますよね。その原因はこのタイヤのサイズが大きいと思います。さっき幅の話をちょっとしたんですけど、ちょっとね訂正しなきゃいけないかもしれません。かなりフェンダー張り出しているので、もしかしてこれ 1.9 メーター超えてくるんでしょうか。ちょっと見てください。タイヤは19インチになりましたが、タイヤの幅がですね20ミリ先代よりアップしているので、このようにワイドなフェンダーが必要になったんでしょう。ステー別体式の大人な形のウィングです。先代とは違いますよね。マフラー中央のバルブは先代と同様であればですね、センターの部分のみはですね高回転で圧を抜くためのものです。むちゃくちゃかっこいいです。これエンジン2種類 V6 と、直用の AMG エンジン、これをそれぞれ横置きにしてリアを駆動する肉モデルです。非常にかっこいい。これアルミの押し出し材を使ったシャシーにアルミのダブルウィッシュボーンのサスペンションを組み合わせてるんですけれども、これ構成的にはですね例えばエリゼなんかに近いんですが、ちょっとですねエリゼとかと違ってですね、ああいうドライビングのみを純粋に楽しむモデルというよりもですねプラスアルファ快適性も身につけたモデルっていう感じなんです。ですから快適装備も室内にはいっぱいついてます。スバルブースです。 ERA コンセプト、電動のコンセプトモデルです。これは単なるハリボテちゃんではなくてですね、実際にニュルブルクリンクで6分台に収めようというプロジェクトをこれで発動したっていうわけなんです。搭載されているモーターはですね合計で1088馬力の出力を持ってます。で駆動方式なんですが、さすがはスバル、4モーターによる 4WD です。三菱ブースです。ついに出てきました軽自動車の EV コンセプトです。とはいえこれ多分もう売るでしょう。このブースでは、細かな数値出てませんけれども、軽自動車ベースですので1475ミリでしょう全幅は。ただこれちょっとイメージつかない人はですね、近所にいる小頭ネズミイルカ、小頭ネズミイルカを頑張って捕まえたらバッすれば大体一緒です。これはビジョンラリーアートコンセプト。普通にかっこいいですよね。これオバフェン。そしてこのホイールね、単体で見てもかっこいいんですけど、これヘリテージ感がありまくりです。このデザイン、これかつてミラージュとかランサーとかに設定されてたあのね三菱の形に見えるようなホイールに近いデザイン。内容的なところはまだまだ未定らしいんですけれども、これはねかっこいいから売ってほしい。ぜひ。モデリスタのボクシー、ノーマルがあんだけすごいことになってるんで、モデリスタも相当頑張んなきゃいけないですよね。でこれ注目はですねフロントのブルーの長いイルミネーション、これかっこいいです。というわけで今回もカスタム車大変美味でした。ごちそうさまでした。